リミちゃん、運動会どうでしたか？楽しかった？リミちゃん、100メートル走何位でしたか？あ、ごめん、80メートル走何位でしたか？2位。すごいじゃん。頑張ったよね、運動会ね、リミね。一番さ、速い人たちと一緒に走って2位ってすごいよね。ママ見てたけどさ、めっちゃビューって抜いててびっくりした頑張ったね。すごいじゃん、学年で2番目に速いってすごいよ。まあ女子の中だけどね、うん、あとね、踊りもね、まあまあ頑張ってたよね。あのソーラン節、ちょっとなんか恥ずかしそうにしてたのが印象的だね。恥ずかしかった、ちょっとやっぱ周りみんなママたち見てて、ちょっと恥ずかしかった。目合わないの。本当、ママがさ、ビデオ撮ってると思ってたから余計恥ずかしかった。そういうわけじゃないでしょ。あ、そっかそっか。いつもあんな感じだったの？そういうわけでもない。わかんないか。でもね、ちょっとね、あのね、応援合戦みたいな時とかはなんかちょっとやる気なさそうだったけど、緊張してたのかな最初。なんか 80m 走やる前さ、緊張してなかったりに。してたよね。なんかそわそわしてて顔がちょっとなんかこわばっててさ、緊張してるんだなってちょっと何気に思ったの。でさ、終わった後すごいリラックスしてたよね。緊張が解けた感じだったよねよかったね。お疲れ様でした。はい、というあのリミちゃんの運動会の報告動画でした。リミちゃんのね、時はね、あのすごい天気も良くて、すごいね、ちょっと暖かかったりしたよね。日差しも良くてね、すごいちょうどいい天気で、で次の日しほちゃんだったんだけど、しほちゃんは朝から雨でなんと中止になってしまいました。そう、しーちゃんにとってはちょっと地獄の運動会で、なんで地獄の運動会かっていうのはまた次のね動画で紹介したいと思います。リミちゃんお疲れ様でした。素晴らしかったです。お疲れ様でした。素晴らしかったです